ヘンリー・デュトロセ・デュトロシェの神道、ケイアン・リ・デュトロシェは、フランスの医師、植物学者、生理学者である、生物組織の神道の研究で知られる、ネオ・ニコール・シュルクルーズで生まれた。貴族の出身で、1799年に軍務に就き、海軍、陸軍で働いた後、トゥーレーヌの屋敷に戻った。1802年に、パリで医学を学び、医師として働き、 スペインに少しの間滞在した後、1809年にフランスへ戻り、母親の資産で自然科学の研究に専念することになった。1821年に植物の成長と再生に関する研究を発表して、実験生理学アカデミーの賞を受賞し、1837年に植物と動物の解剖学及び生理学の歴史の解雇を発表した。 デュトロシェの特筆される溶石には、浸透系を開発し、有機質の膜で隔たられた液体間の濃度の差によって、膜を水が浸透して、濃度の差が小さくなるような圧力が働くことを示したことや、1824年に細胞が独立した存在であることの証拠として、小酸で煮ると細胞が分離されることを示したことや、生体の働きの研究などがある。青いカの俗名 トロチェーティアに懸命されている。デューティルは植物の学名で命名者を示す場合にアンリルユトロシェを示すのに使われる。ありがとうございます。